はい、皆さんこんにちは、村田良一です。はい、ですね、今回は4月分のお小遣い報告になります。まあ、今日はね、5月なのかな、ちょっと遅れちゃいましたけど、はい、やっていきましょう。はい、ではですね、お小遣い帳ですね、見ていきます。画面録画して、はい、じゃあいきます。しましたからか、前回の残り分が91,083円でございます。よし、見ていきましょう。じゃあ4月2日食料、なんか買った気がします。何だったかな、これ。なんだろう、山部さんの撮影の時かな、ような気がします。4月7日の4400円かな、食費。これはですね、妻へのプレゼントでございます。結婚記念日ですね。緊急事態宣言1年前でございますと。はい、4月11日食費ミンティア、これはですね、まあいろいろありまして、新しいミンティアを買ったような気がします。はい、4月11日その他販売用仕入れ11,000円、これはですね、確か前回のお小遣い動画で言った、なんか物を仕入れて売るっていうのをですね、早速実践しております。何個かの商品、まあ、他にもいろいろあったんですけど、何個かの商品をですね、販売サイトに、登録しております。まあ皆さんが買うことはないでしょうけど、まあね、もしかしたら私の商品が届くかもしれませんと。まあないでしょうね。はい、4月13日ホットサンド、これはホットサンド撮影しましたね、さかちゃんと。その時に使ったお金になりますと。その他、散髪。そうですね、3900円。これはまあいつも言ってる散髪の料金ですね。はい、ここ出ました、でかいの。渡辺くんのお祝いに1万円プレゼントしました。これは確か Amazon ギフトカードを送ったようです。そう、送りました。私ですね、あまり花を送るのは好きじゃないんですよ。ここでちょっと話すのもあれなんですけど、なんかオープンの時とかに花を送るのは別にいいのはいいんですよ。別に否定してるわけでもないんですけど、花ってやっぱ結局最後腐っちゃったりとか、結構ゴミになるんです。僕も、ね、何回かこう店のオープンの時にね、花をすごいもらったんですけど、仕事のですよ。で、まあ嬉しいのは嬉しいんですけど、やっぱ枯れちゃうんですよね、花っていうのは絶対。木とかはね、長持ちするんですけど、結構木もね、あれ結構管理が大変で、ほこりはたまるし、なんか葉っぱはすごい落ちてきたりとかですね、意外と大変でございます。なので僕はそのお金か、まあ、自分がいて手伝いをするっていうですね、風にしております。その方がね、喜ばれるような気がします。やっぱオープンしたてっていうのはお金がないですし、お金かけて店作ってるんで、まあ花よりね、お金の方がもしかしたら一人の命を救えるかもしれないと思って、私はそういう風にしております。はい、次、4月30日がアンパンですね。はい、これなんでアンパン、あ、これトイレ、そう、コンビニに行ってなんか何も買わんで帰るのね、申し訳ないなと思ってトイレだけ使ってね、なんでアンパン買って帰ってような気がしますという風な感じになっておりますと。なんで4月はですね、もはやですね、3万2000も使ってますね。これ残り5万9000で、あと何ヶ月だ、3月からスタートしてるはずだから、2ヶ月で結構長く使ってる。なんかあれですね。なんかオープンとかいろいろあったんですね、お店のオープンとかがね。なんか結構使ってるような気がしますと。でもこうやって見たらあれですよね、自分が使ったお金って247円の食費と、ミンティア、これはまあいろいろありました。ミンティア、まあ販売の資料、これはね、売れれば別に問題ないな。あとホットサンド、まあ、サンパーさんも必要なものなんで、そんな使ってないですね。あんまり僕も物欲が本当ないんで、そんな感じですよね。今欲しいのは何でしょうね。仕事してくれる人って感じでございます。はい、てな感じで4月のお小遣い報告は終わりたいと思います。じゃあ、また皆さん次の動画でお会いしましょう。またね。